では、どうぞ。こんにちは。こんにちは。今宵、あの志願者が再びタイガーファンディングに舞い戻る。はい、視聴者の皆さん、こんにちは。ですね、唐突にですね、もう前に見ていただいた方もいらっしゃると思うんですけれども、園山さんが再びいらっしゃいました。ようこそ。こんにちは。はい。そしてですね、虎の席には、ついこの間から、新しく虎になっていただいた北川社長がたった一人で座っていただいているという状況でございます。まず冒頭ですね、私の方から今回こういう形になった事情をいろいろと説明させていただきますのでよろしくお願いします。実はですね、園山さんが、タイガーファンディングに出ていただいて、大変残念ながらですね、オールにはならなかった。で、その配信が、もう去年の、秋にですね、終わったんですけれども、実はですね、うちの令和の虎にはオンラインサロンっていうのが存在していまして、そのオンラインサロン上ではですね、本編が配信される1週間とか2週間前に、先出しタイガーファンディングという名前で一本出しでですね、サロンメンバーが見ることができます。で、実はそこにお座りいただいている北川社長は、初期段階からのうちのオンラインサロンメンバーですね。もちろんその動画を見ていただいて、コメントをいただいたんですね、はい、残念でしたと。で、ただ自分は見てて非常に自分の授業との親和性も感じるので、もし私だったら出してたのになというようなコメントをいただいた記憶があります。その中で、裏側で自分自身が園山さんと関わるっていうのはやっぱり良くないことでしょうかっていうふうに言われたんですね。で、ちょうど時を同じくして、実は私の方から北川社長にですね、ぜひ虎で出てくださいよというオファーをかけてたところだったもんですから、ならばこれは、虎として園山さんに本当にね、お出しいただく気持ちがあるんならば、ちょっと考えていただいてもいいんじゃないでしょうかっていうことで、一度私を仲介者として園山さんと北川社長をお会いしていただいたという機会があります。はい、はい、そこで結構長い時間いろいろとご質問もされたんですよね。そうですね、その日ももう、はい、まあ6、7時間でしたかね、はい、ずっと、はい、いろいろお話。そんな、僕はしびれを切らして途中で帰りましたが、はい、そんな中でですね、ただもちろんそこの場面ではまだ最終的な結論が出ていませんので、今回こうやってわざわざ園山さんに来ていただきましたので、北川社長としてはここをいわゆる最後の審判的に考えていただいて、わだかまりが残ってることとかわからないこととかを園山さんに質問していただいた上で、本当にこれ1000万という大金ですから、一人出して出してもいいという判断をしていただけるならば、ぜひそういう形に進んでいっていただきたいという形で一本動画を撮ってるという状況でございます。はい、私の喋ったことは合ってますかね。あ、はい、大丈夫ですか。はい、それもさん、よろしいですか。はい、はい、じゃあそれもさん、なんか二度手間で申し訳なかったんですけども、うん、ぜひとも、未来のためにですね、頑張っていただきたいと思います。突如始まったトラ北川とのワンオンワンタイガーファンディング。前回ナッシングに終わった志願者園山はこの場を制し完全オールをつかめるのか。まあ、動画拝見して、まあ、シンプルに5人のトラの方の反応と僕のリアクションというか、動画を見ながらの僕のリアクションがもう本当真逆で、全然伝わってないなというか、令和の裏の方でも言われてましたけど、思考が多分違うので伝わらないというか伝えようがないっていう状況で、まあ、そういうやり取りがあったのかなと思ってまして、で僕自身が兵庫県の姫路市の方で、まあ、経営コンサルをずっとやってまして、で兵庫県姫路市の方が結構職人が多い町で、僕自身も川の事業をいろいろやってるんですけども、鉄の事業だったりとか工場の建設の事業だったりとか、いろんな職人の方がおられて、で日々職人の方と僕も話することが多くて。リクリエイト株式会社代表北川哲平、姫路を拠点に万人受け断固拒否の精神で本革にこだわるレザー事業を展開。教育、ウェブ、社会福祉と拡大を続ける情熱のルーツは応援団。職人たちと地場産業をエンパワーするローカル実業家の虎が志願者に熱きエールを送る。
多分他の方とはちょっと会話が成立しない、伝わらない、はい、その伝わらない感覚的な話を僕は論理的に話をして、こういうことですかっていうことをいつもまあ、噛み砕いてビジネスプランに落とし込んでいくってことを、まあ、仕事でもやってたもので、曽根山さんとこうお会いして、でいろいろ話して、職人というよりはまあアーティストですね、うん、なんかもっとまあ繊細なものってあれですけど、そういったものも感じますけど、うん、そういう職人かたぎの方、そのアーティストの方っていうのがやっぱりその食材とその商品と対話ができるってあれですけど、まあ、その食材の気持ちになって、もうよりこの食材の良さを引き出してあげたいとかっていう思いがいろいろ思いからいろんな発言が出てたのかなとかですね、まあ、勝手に想像をしてたんですけどね、まあ、その食材と食材を作るその農家さんだったり、はい、まあ、漁師さんとか、例えばじゃあ包丁を作る方とか、はい、なんかその人っていう作り上げる人と育てられたもの、はい、全てかなと、はい、で結局その方々が行って食材や、まあ、他のじゃあ調理器具もあって、はい、でそれを私たちが受けて、で食べたり飲んだりして今生きてるので、はいはい、なんかその根本のところから、そのありがたみをもっともっとたくさんの人に伝えていって、はい、でもその根底は自然とか、はい、もう空気に行ってしまうんですけど、うん、もうそこから感謝しましょうっていうところが伝えていけたらなと、はいはい、ところでここにはい、このおまんじゅうが用意されてるんですよ。ああ、おはぎですね。あ、この間ね、これは公明様にも、はいはい、北川さんに食べていただければ。もちろん、はい、お二人に、はい、せっかくなんで北川さんどうぞ。いただきます。これ何が、おはぎなんですけど、はい、一切お砂糖を入れてなくて、はい、あとは私のお米のエコを使ってないお米の玄米で作った酵素玄米、はい、のおはぎ、はい、でしかもこの中にも完全栄養食にしているので、はい、ビタミン C も入ってたり食物繊維、はい、とにかく1日に人間が必要な栄養素が入ってる玄米で、はい、どうですか。砂糖入ってないですけど、うん、正直にどうぞ。これ前回と同じ味ですか。いや、違うかな、ああちょっと、うん、どう違う、しっかり甘いですし、はい、まあ、ごまの風味が、あ、そうですね、あ、前回はきな粉で今回ごまにしました、はい、そこだけは違うだけですか、はい、本当におっしゃるようにごまの味がすごく、はい、まあ普通のおはぎだと思って食べると、うん、甘さが抑えられてますよね、はいはい、でも甘い、おいしいですよね、おいしい、マジでおいしいですよ、はい、おいしいです、はい、でもこれでお砂糖入ってなかったらびっくりですよね、うん、はい、かなと、はい、なんかこういう未来型の夢のある、普通は罪悪感があるお菓子とか、まあ、甘いものが罪悪感なく食べてもらえるっていうのはなんかいいかなと、はい、はい、まあ、先日随分本当に繰り返しますけども、はい、お時間かけていただいたので、はい、おおよそのことはいろいろお話をいただいていると思いますけれども、北川さんいかがなんでしょうか。本当にお話ししていてね、まあ一回僕の方に連絡もいただいたからみたいなことはちょっと置いといて、はい、ご自身まあ独り出しでですね、はい、これから曽根山さんと一緒に事業を進めていこうという気持ちには今なってらっしゃるんでしょうか。はい、なってます、うん、はい、まずその岩井社長に、はい、まあ、僕だったら1000万出してたのにって言ってたのは曽根山さんがやるんだったらっていうのももちろんありますし、でましてやその EC サイトをこれから立ち上げて、でゴーストレストランを東京拠点でやられるって言われてて、一点虎の方に伝わってなかったかなと思うのが、東京で拠点でやるっていうことはそこからゴーストレストランのフランチャイズ展開とかもやろうと思ったらできるというかしやすいと思うんですよね、はい、むしろ、はい、東京拠点っていうちょっと意味が、はい、そうです、間違って伝わってたと思うんですが、うん、多分東京でやるっていうで、はい、うん、でもそれ以外はウェブをやるから東京で本拠地があるみたいな感覚で捉えられたのかなとも思ったりですね、はい、はい、まあ、全国でできるのが、ね、はい、まあ、全国どころか世界、はい、までですかっていうふうに僕も思ったんです、はい、で47都道府県もあとまあ今すぐ回る必要があるんですかっていうのは僕はむしろ回った方がいいって思ったんですね。でただ順序としてはまず今まで15年間もされてるものがあって、こうやっておはぎもあって、で動画の中でもありましたけどカレーがもう
すでに来週には商品化されるんですってことでその動画の中でも言われてて、でそのカレーの試食会がたまたま僕が寄らせてもらった日でカレーもいただきましたけど、もうそうやって商品がもうできてるので、あのそういう出来上がってる商品からもう次々と EC で展開されていきながら47都道府県もすぐにでも回られたらいいのかなとは思ったんですね。なので全く無理のないビジネスプランであって、で47都道府県回りながらあの、まあ、商品がブラッシュアップされていくっていうイメージも僕の中では見えたんですね。なので、まあ、全然いけそうだなという、はい、あの今回は、まあ、お金を出して終わりみたいなことではなくて、北川社長としてもぜひ積極的に園山さんのビジネスに関わっていきたいという考えもお持ちだってことでよろしいですかね。そうですね、もちろんあのいろいろ、まあ、お話しさせてもらって、はい、で今日までもあの LINE 等でもやり取りもろもろさせてもらっているんですけど、はい、もうすでにあのプロジェクトがある程度あのメンバーも決まって動いているもの、はい、あのプロジェクトチームがありまして、はい、でそちらの方の中でもお一人もあの結構主でやっていただける方ですね、うん、あのタイガーファンディングの動画の中でもあの、まあ、パートナーになるような経営者の方がいたらいた時にもう一回来てねというような話も、まあ、林社長からあったと思うんですけど、撮影の後にそういう方ももうすでにあの出会われてて、はい、であのその方と軸となってされてたという状況にあの僕がお会いさせていただいたという流れだったので、はいはい、あの僕もその方ともお話してすごくむちゃくちゃいい方で、はい、はい、あのまあ、その方にお願いしてたらもうより一層間違いないなっていう、はい、なので一斉に支援をさせていただいて、はい、あのまあ、あのアドバイザー的な感じでいろいろ意見させていただきながら、まあ、そのパートナーの方が大変だっていう時にはサポートに回るような動きはできたらいいかなとは思ってるんですけどね。わかりました、はい、園山さんとしても、はい、今回のこの北川社長のお申し出を快く受けたいということでよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、あの、本当にあの、初めての、ケースでございます。なんて言ったらいいんでしょう。大逆転一発どんでん返しオール？よくわかんないですけど、あの、こんなこともね、でも、タイガーファンディングでは起こりうるという一つの、僕はいい例になったんじゃないかなと思いますので、これからもあの、ぜひね、虎で出てる5人の社長の意見だけが全て正しいわけではないわけですよね。なので、これちょっと違和感あったなと。で自分としてはもっと支援したいよっていう全然普通の使用者の方があの何か表明してくれることもこれあり得ると思って、その一例として今回ねこういうことが起こったわけですから、あの僕は本当に嬉しくですねこれを皆さんに配信したいと思ってますし、一つの前例として置きたいと思ってますので、じゃあ1000万円受け取ってください。はい、頑張っていきましょう。 はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今まばらな拍手の音が聞こえちゃってます。トモハッピーが実は見学してましてですね、はい、トモハッピーなんか一言せっかくならどう思っておめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいです、はい、なんだか分かる。ありがとうございます。人を良くすると書いて食ということなので、はい、どんどんあの人を良くしていただけたらいいなと思います。ありがとうございます。はい、おっしゃったように人を良くすると書く食で私自身が生まれ変わったので、もちろんあのその食べ物で人を良くしていきながら地球ごと健康にできたらなと、ちょっとおこがましいですが、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします、はい、ではこの段階であなたの希望する金額に到達しましたので、今回改めて完全応募です。おめでとうございます。ナッシングからの逆転劇、信念を曲げずにワンオンワンで虎に立ち向かい、見事新しい未来をつかみ取った。食の力で世界を変えるべく、新たな虎の子園山の挑戦が今始まる。